さあなります。アウスレーゼメカニックのシチです。今回は W166ML350 ブルーテックの車検整備をご紹介いたします。こちらご用命で車検整備という種類の交換、前回エンジンオイル交換した時に燃料漏れありましたんで、そちらの修理と、おしゃ液が入れてもすぐ補充してくださいっていう警告がつくということで、そちらの診断していこうと思います。今回はね、ちょっとローターブレーキのローターが減ってたのと、ご用命でもうちょっと脱走がひどいもんで、パッドを低脱走パッドに変えてほしいと、まだね、こんなに溝はありますが、6ミリぐらい、そうだよね、6ミリ7ミリぐらい変えちゃいます。じゃん、アーテセラミック、これが一番なんかしっくりくる、あんまり変わらない。でもちょっとやっぱニューって感じです。ニュー、ブレーキ踏んだ時にさ、カッて止まるやん、ベッツとか踏み始めが、あ、効いとるって感じが、薄くなるというか、なるほど、ガッて踏み込んだ時の感じは一緒ない、感じないけど、多分ね、実際効いてとる制動力もそんなに大して変わらんんだけど、でもちょっとニュって最初ニュルってする感じが、ちょいでこのね、おお、これ新品、分厚、これがなくなるんやでね、すごすごい話よ本当にね、陶器職人が作ったやつみたい。何それ、ん、何でもないです。じゃーん、パッドセンサー、なんかこいつが削れてちぎれると、ブレーキパッド交換してくださいねって。あ、もうその死にゆく特攻隊みたいな感じなの？そう、もう一回ついたら終わり。やだ、かわいそう、やだ。逆に言うと、その先端切って、この線とこの線をつなぎると、一生つかん。あー、なるほどね。で、別にパッド薄くなくても、この線が切れるとつくもん。はいはいはい。よくあるのが、こっち交換前。はい。ここにさ、段が出てきる。おー、はいはいはい。こっちも、ベンツをはじめ、ね、輸入車って、こっちも減るのよ。へー。で、だんだんこうやって段差ができてくるの。で、その時に、これが高いもんで、このディスクを円盤を変えずにパッドだけ変えるっていうのを1回2回やると、だんだんこう真ん中はさ、パッドがさ、こう当たるから、やるけど当たってないじゃん、この端っこ、だから端っこは新品のままなんだよ。だからこうやってさ、耳っていうんだけど、これがね、切っちゃうの、センサー。へー、すごっ。だから、ディスクも一緒に変えてくださいね。で、低ダストパッドにすると素材が変わるんです。素材が変わるんです、だから国産車みたいなフィーリングになる。ちょっと効き弱くなる。で、外車はなんでこっちが減って、こいつ同時に減るかっていうと、ロースチール材でちょっと鉄が入っとるパッドを使ってるんで、余計削れちゃうってこと？もう両方削れるもんで、脱走もすごいけど、とにかく止まるっていう。なるほどね。そういうパッド、まあお好みやけど、汚れても制動力の方が大事やんって人はやっぱり、まあブレーキやでな。そうそうそう。そういうのもじゃあ行きましょうかっていうなるし、こっちもね、
マックスローでエアコンオンの全開です。で、吹き出し口、ここで測っていきます。ちなみに走行距離が142,500キロとなっております。で、年式が平成27年なので、7年落ちかなぐらいの感じですね。おそらく今までにエアコン、このお車ほぼ新車の時から見てますが、エアコンは触ったことないはずです。はい、というわけで 5.8 度で止まりました。これが今からエアコンリフレッシュかけていきます。あ、 5.6 度になった。エアコンリフレッシュで何度まで下がるのか、そしてどのぐらいエアコンガスが入っていなかったのかを見ていきたいと思います。さあ、というわけでエアコンリフレッシュ作業完了いたしました。今からね、さっきと同じくマックスローの風量全開、吹き出し口ところでですね、測っていきます。ちなみにエアコンガスの量は200g ぐらい少なかったですね。距離走って見えるとはいえ、メインが高速道路であまりそれなく今まで来てるんで、そこまで変わらない気もしますが、めちゃめちゃ程度いいんで、この車そこまで変わらない気もしますが、さあ楽しみです。だんだん落ちてきました。3度切りましたね。すごいな。 2.7 度、すごいな。そこまで落ちました。約 2.5 度、3度弱変化があったような形になります。体感的にもね、でも本当にキンキンな風って感じです。すごい冷たいですね。真夏でもこんな冷たい風当たったら風邪ひっちゃうんじゃないかっていうぐらい冷たいキンキンな風が出てます。というわけでエアコンリフレッシュですね、車検と同時に今回 ML 施工させていただいて、エアコンガス量で 200g 追加補充させていただいて、内部のクリーニングさせていただいた結果、マイナス3度ほど温度が下がったということで、以上になります。車検整備無事完了いたしました。タイヤもフロント新品ですね。2本だけ新品になってて、あと2本内べりがひどかったんで交換させていただきました。あと燃料漏れですね。燃料漏れでフューエルフィルターとそこら辺のホースからじわ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 と出てきてました、そちらもホースとフィルターと交換させていただいて、あとエアクリーナーエレメントですね、それももう真っ黒で、結構虫とかでっかい虫とか葉っぱとかも詰まってまして、汚れレベルとしては診断機で見ると 30%前後でしたが、まあちょっとこれは変えた方がええなと思いまして、交換と。でその後に、エンジンのコンピューターにてエアクリーナーエレメントの汚れレベルのリセットというものを行って完了しました。であと別でショート動画上げさせていただきましたが、エアコンフィルターもかなり汚れてたんで、
エアコンフィルター交換させていただきました。以上、なかなかいないと思いますよ、この166でフルブラックバイソンですね。このオーナーさんも足でがっつり使っていただいてるんで、距離は発しますが、基本メイン高速道路なんで、そこまでなんか調子が悪いとか、やっぱその経年劣化って部分でホースが痩せて燃料がにじんできたりとか、そういうことはありますけど、そこまで大きく何かトラブルがあったりとか、そういうこともなく、かなり程度はいい状態です。やっぱがっつり高速域で走られてる車って本当調子いいのが多いので、まあ、なんか一番設計に合った使い方かなって感じがします。はい、というわけで ML350 ですね、 W166 車検整備のご紹介の動画でした。最後までご視聴いただいて誠にありがとうございます。またですね、高評価、コメント、チャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあねー。